はい、皆さんこんにちは、シバ時計です。今回ですね、こちらのブルーノゾンレイグラスヒュッテってですね、時計のレビュー動画を作っていきたいと思います。今回の動画の中ではこのブランドの紹介、そしてこの時計のスペックについて、そして最後にお気に入りポイントなどについてお話をしていきたいと思います。このシンプルな見た目ながらめちゃくちゃ機械は美しいというですね、非常にユニークな時計となっておりますので、機械の動きを眺めるのがお好きな方とかはですね、必見の時計なんじゃないかなと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。ではお願いいたします。はい、では始めていきたいと思います。まずこのブルーノゾンレイグラスヒュッテってですね、ブランドの紹介からしていきたいと思います。こちらはですね、時計作りで盛んなドイツのグラスヒュッテで誕生したブランドとなっております。グラスヒュッテで時計技術を学んでいたブルーノ・ゾンレイという方が2000年に設立をした、まだ比較的新しい時計ブランドとなっております。で、グラスヒュッテって聞くとランゲ&ゾーネとかグラスヒュッテオリジナルとかモリッツ・グロスマンとか、あとはノモスとかね、思い浮かべる方も多いと思うんですけども、まあ、数々の有名な時計ブランドをね、誕生している、非常に時計作りで盛んな土地なんですけども、時計好きな方であればおっていうふうにね、思われた方いらっしゃるかと思うんですけども、そうです、ブランドにですね、グラスヒュッテっていう名前がついているんです。これ単純にグラスヒュッテの時計ブランドであればみんなつけられるかっていうと、そういうわけではなくてですね、このグラスヒュッテっていうのを名乗るにはしっかりとしたね、厳密なルールが実は存在しております。で、そのルールっていうのが今から説明する3つのルールになるんですけども、まず1つ目がグラスヒュッテの伝統および名誉を守る時計、そして2つ目に部品の 50% 以上がグラスヒュッテ市内で製造された時計、そして3つ目に組み立て、時間調整、ケースへの組み込みがグラスヒュッテ市内で行われた時計というですね、3つのルールが存在しておりまして、これらをですね、しっかりとクリアした時計だけがグラスヒュッテっていうのをですね、名乗ることができるようになっております。で、こちらのブルーノゾンレイはですね、基本的にエタとかセリタをベースにしているんですけども、まあ、グラスヒュッテ市内で改めて組み立てを直したりとかですね、で美しく仕上げを施したりとかして、しっかりとこのグラスヒュッテの名を付けられるようなですね、時計ブランドとなっております。で、他にもですね、手巻き時計にもルールが実は存在しておりまして、ランゲが発明した4分の3プレートを用いることであったりとか、シースルーバックから見えるキャリバーは必ず美しく仕上げなくてはならないというですね、ルールが存在しておりまして、まあ、手巻きの時計も実は存在しているんですけども、非常にですね、美しく仕上げられているような時計もございます。で、基本的に機械式時計ばかりかと思いきや、実はクォーツ時計もですね、製造しておりまして、なぜかクォーツなんですけども、シースルーバックになっていて、後ろからですね、クォーツの電池のね、構造が見えるようになっているんですけど、そこも綺麗にね、なんか装飾が施されていて、クォーツでも手を抜かないっていうね、非常に面白いような時計ブランドなんじゃないかなと思います。で、価格帯としても、まあ、クォーツ時計とかであれば10万以下になるんですけど、自動巻き時計とかだと、まあ、10万円台、20万円台とね、非常に手の届きやすい価格で展開をしてくれている良心的な、時計ブランドになっているんじゃないかなと思います。まあ、シンプルなデザインの時計もありつつも、どこかちょっとね、ユニークなデザインの時計とかもありますので、まあ、個人的にはドイツのオリエントっていう風にね、思っていて、良心的な価格ながらユニークな時計とかも出してくれているハイスペックな時計ブランドっていうですね、印象を私は持っております。で、かつてはですね、石岡商会っていうところが代理店を務めていたんですけども、もうすでに手をですね、離してしまっているとのことなので、まあ、海外ですね、ブルーノゾンレイの本国のサイトではですね、未だに新作とかが発表されているんですけども、残念ながら日本からはですね、撤退をしてしまっているような状況となっております。私が時計好きになった頃、だいたい本当10年前あたりとかには、ブルーノゾンレイジャパンっていうね、なんかサイトも確か存在していたと思うんですけども、もうそれもなくなってしまっておりまして、まあ、全国的に見ても何店舗かね、こちらのブルーノゾンレイを取り扱っているお店があったりするんですけども、もう新作とかは入ってこないような状況となっているそうです。まあ、非常にね、シンプルな見た目の時計が多くて、ドイツのバウハウスっていうね、バウハウスの機能美をね、
うまく表したシンプルな時計とかが多いんですけども、機械の動きとか、装飾とかには一切手を抜くことなくですね、裏からですね、機械式時計のね、美しさっていうのを楽しめるような非常に面白い時計ブランドなんじゃないかなと思います。はい、ここからですね、実際に触りながらこちらの時計のスペックについて見ていきたいと思います。こちらの時計はですね、ブルーノゾンレイグラスヒュッテのストゥットガルトっていうモデルとなっております。なんかストゥットガルトっていう都市の名前ですかね、まあそういったモデル名がついております。ではサイズ感など見ていきたいと思います。はい、ケース系の方は 36mm とですね、非常に小ぶりなサイズ感になっております。はい、ラグトゥーラグの方は 42mm、43mm 弱ですかね。はい、収まりの良いですね、サイズ感ですね。はい、厚さの方が 11mm となっております。最後にラグ幅の方が 18mm となっておりますね。はい、では細かなねスペックなどを見ていきたいと思います。こちらの時計はですね、青い文字盤となっておりまして、純正でですね、青い革ベルトがついておりました。なかなか肉厚な革ベルトで装着感もね、良いベルトなんじゃないかなと思います。ここにブルーノゾンレイのロゴがついておりまして、反対側にもね、ブルーノゾンレイグラスヒュッテっていうねマークがついております。で、面白いのがね、ここにブルーノゾンレイっていうね、マークがついております。はい、まあ私はシンプルな見た目が好きなのでメッシュベルトに変えております。防水性能は5気圧防水となっておりまして、サファイアガラスとなっております。で、リューズの方はですね、非ねじ込み式リューズとなっておりますので、そのまんま外すことが可能となっております。で、シンプルな三振となっておりまして、デイトがついております。ちょっとね、操作していきたいと思うんですけども、リューズはね、BS ブルーノゾンレイマークがついております。ちょっとね、リューズ自体がね、結構ちっちゃめなので、これをね、巻いたりとか操作するのは少しね、手が痛くなってしまうんですけども、はい、1段引きでですね、デイトの、調節ができます。で、2段引きで履く機能がついておりまして、時間合わせをすることができます。ベースはセリタのムーブメントになっておりますので、だいたい日差プラス10秒15秒ぐらいですかね、となっております。で、セリタなんですけども、すごいですよ。デイトのね、切り替えが、はい、一瞬でね、カチっていう風に切り替わりますので、めちゃくちゃこれはね、嬉しいところです。夜光はですね、この地震と噴震にだけついております。で、インデックスは非常に細いね、バーインデックスとなっておりまして、12時位置だけね、2本となっております。12時位置にブルーノゾンレイ、なんて書いてあるんですかね、でグラスヒュッテで、6時位置にオートマティックね、 K になってますね、ドイツ語読みなんですかね。で、一番下にメイドインジャーマニーという記載がされております。はい、とてもね、深い青色をしておりまして、表情がねすごくね変わるっていうところで、明るいところで見るとめちゃくちゃ爽やかな青色になっていて、少しね暗がりに入っていくと、もう黒に近いぐらいのね深い青色になるっていうところが非常にユニークに感じます。ケースサイドなど見ていきますと、結構ね面白いんですけど、ここのベゼルの部分とここのね、なんていうんですか、縁の部分、ポリッシュにね仕上げられていて、だけどサイドの部分はサテン仕上げになっていてっていうね、このメリハリがね非常に面白いなと思います。なので、こう腕につけていてね、こうやってちょっとね角度変えて眺めた時とかに結構綺麗なね見え方をしておりますので、そういうところはね、なんかシンプルな見た目ながらね、こだわりを出しているね、面白いところなんじゃないかなと思います。で、ラグの方もね、極端に長くないっていう、この短めなね作りになっていて、カクッカクッってしてるところとかもね、すごくね装着感を良くしてくれているところなんじゃないかなと思います。はい、で、皆さんにですね、ぜひ見ていただきたかったのが、このシースルーバックから見える美しいムーブメントになります。ご覧ください。はい、金メッキ仕上げでですね施されているんですけども、このローターの部分が、グラスヒュッテストライプというものが施されておりまして、単純な縦のストライプっていうわけではなくて、ちょっとね複雑なね模様が入り組んでね施されております。ちょっと後でねアップでお見せするんですけども、
で下の方は、スパリング装飾、いわゆるペルラージュ仕上げとなっておりまして、ご覧ください、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。こうやってね、いろんな角度からね眺めると、光の輝きによっていろんなね見え方がするっていうことでね、めちゃくちゃ美しいです。これはね一日中眺めてられますよ。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。ちょっとね今からあのアップでね鑑賞タイムっていうのを設けたいと思いますので、ちょっとねゆっくり見ていただけたらと思います。はい、美しいですね。ムーブメントを楽しんでいただけましたでしょうか。はい、まあ非常にねシンプルな見た目ながら美しいですね。ムーブメントを後ろから眺めることができるっていうね、面白い機械式時計になっているんじゃないかなと思います。はい、最後にですねお気に入りポイントについてお話をしていきたいと思います。この時計との出会いっていうのがだいたい 5,6 年ぐらい前になるかなと思うんですけども、あのドイツのねあのユンハンスっていう時計を購入してから、ドイツ時計にですねハマっていた時期がありまして、でちょうどその頃ですねドイツ時計特集っていうね雑誌が出ておりまして、多分そこでこのブランドについて知ったんじゃないかなと思います。でこのシンプルな見た目なのにめちゃくちゃ機械が美しいっていうね、そのギャップにやられまして、めちゃくちゃ欲しいなっていう風に思って、でネットで調べたら東京のとある店舗で取り扱いをしているっていうことで、まあさすがに東京まではね行くことはできなかったんですけども、まあ欲しい欲しいってずっと思っていたので、もう買ってしまえっていう風にですね勢いで買った時計になります。まあ通販でね買ったんですけども、実物はめちゃくちゃあの思っていた以上に美しくて、で今となってはね手に入りにくい状況なので、あの時買っておいてよかったなっていう風に思っております。で小ぶりなこのサイズ感っていうところもありますし、この爽やかな青文字盤っていうところがめちゃくちゃ気に入っておりまして、夏場はこういったメッシュベルトとか、あとは青いナトーベルトに変えてですね爽やかな印象を楽しんでおります。で冬場になったらですね先ほどの革ベルトであったりとかに戻して、落ち着いた印象っていうところをですね楽しんだりとかしておりまして、まあ、オンでもオフでも使えるっていうことで、まあ、スーツの場面でもねあのシンプルな見た目なので普通に使うこともできております。ちょっとあのセリタのムーブメントなんでね、機械式時計のこのカチ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 って音が結構ね聞こえてきてちょっとうるさいところはあったりするんですけども、まあそこは可愛いところだなと思っていたりもします。で仕事しながらこう休憩時間になった時とかにね、あの腕元から外して機械の動きを眺めて、あーめちゃくちゃ綺麗っていう風にね癒されたりとかして、個人的なそういう楽しみ方もねできるっていうところも一つのメリットなんじゃないかなと思っております。やはりこのシンプルな見た目っていうところが個人的には一番気に入っているところでして、本当にもう無駄がないデザインなんですよね。シンプルなインデックス、シンプルな針、シンプルな日付表示っていうところがありますので、やっぱりねこういうシンプルな時計ってどうしても安っぽく見えてしまうっていうねデメリットとかもあったりするんですけども、まあ先ほどスペックの中で紹介したようにケースサイドとかにもしっかりとしてねメリハリがあったりとかしますし、まあ文字盤のね美しさっていうところも相まって、シンプルな見た目ながらそこまでチープ感のないっていうところがあります。でまあ人とはね被らないっていうところも一つのメリットかなと思いますので、このね所有満足度っていうのは非常に高いかなと思います。やはりこう小ぶりなサイズ感っていうところと、シンプルな見た目ながら機械の動きがめちゃくちゃ美しいっていうところと、あとは他人とは被りにくいっていう、この3点がですね個人的にめちゃくちゃ気に入っているところになります。なのでこれからもね大切に使っていきたいかなっていうふうには思っております。はい、ということで今回ですねこちらのブルーノゾンレイグラシヒュッテっていうですね時計についてレビュー動画を作らせていただきました。はい、
まあ、日本にですね入ってきていないっていうところがあってですね、またいつかね日本に入ってきてくれたら嬉しいなと思っております。まあ、クオーツとかあと自動巻き手巻きっていうところもね展開しているブランドになりますので、まあ、日本に入ってきたらですねいろんな選択肢があってね面白いんじゃないかなと思います。価格帯としても10万円台20万円台とね非常に最近いろんな時計ブランドでホットな価格帯になりますので、日本に入ってきてくれたらですね非常に人気が出るんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、またいつか日本に入ってきてくれたら嬉しいなと思っております。ぜひね皆さんもこの時計いいなっていうふうに思ってくださったらね、ぜひ皆さんでブルーノゾンレを応援していっていただけたらと思いますので、日本上陸を祈ってですね応援をしていきたいかなと思います。はい、またこの時計に関してですね何かご意見ご感想ご質問等ありましたらコメントにて教えていただけたらと思います。はい、ということで今回は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では失礼いたします。Thank you.